結構いい感じに仕上がってきたんじゃない？いいねいいね。あとはエモスパイスを少々って感じだね。乾燥からラストに行くところもっと良くなる気がする。そこタイミングがちょっと難しいよね。アイコンタクト取るようにしてみようか。あ、そうだ、フロアライブの時みたいにお互いの顔を見ながら弾いたら雰囲気つかめるんじゃないか。いいね、やろうやろうって言いたいところだけど、もうそろそろ片付けないといけない時間だよ。え、もうそんな時間か。なんかまだ弾き足りないな。もうちょっと弾こうよ。あと1曲、いや3曲増えてる。ただあと1曲だけならできるんじゃないかな。じゃあラストに1曲やってから片付けよ。私とランとモカが巴たちの方を向けばいいんだよね。うん、楽器動かしてる時間もったいないし。はーい、みんなモカちゃんギターのエモさに泣いちゃうよ。はいはい、すぐ準備して。よーし、行くぞー。ワン、ツー、スリー、フォー。パン買うだけなのに時間かかりすぎじゃない？まあやっとの思いで山吹ベーカリーにたどり着いた感じだったからな。大量に買い込んでるんじゃないか。それだけ消費したんだよ。モカちゃんの今日の演奏熱かったもん。わかる、あんなに楽しそうに弾くから私まで楽しくなっちゃったよ。そう、音に素直な感情が乗ってたっていうか、ちょっと驚いたよ。確かにライブでもないのにあんなに熱が入ってたの珍しいよね。みんなお待たせ。もう遅かったじゃん。で、その袋全部パン？一人で食べるの？あれもこれもってどんどんトレイに乗せるし、レジに行ってからもおすすめされた新作パン追加してたし。モカちゃん燃料切れ寸前だったからね。早速1個目いただきます。もぐもぐ。パンって幸せでできてるよね。やっぱりモカはパン食べてる時が一番素直に感情出るよな。そうかも。モカちゃんパンとギターだけには嘘つけないのかもね。ん？何の話？今日の演奏、モカの熱い気持ちが音に出てたって話。いつもと違うアレンジ入れたりしてたよね。あれ私すごく好きだな。あそこな、私もいいと思ったよ。私も。モカ、今度のライブでやってみたら？きっと盛り上がるしね、ラウン。うん、いいんじゃない。いやいや、ライブではやりませんよ。どうして？すっごい良かったぞ。そんな出し惜しみしなくったっていいだろう。なんか恥ずかしいし、それにほらよく言うじゃん、能ある鷹は爪を隠すって。まあそれもモカらしいのかもしれないけど、個人的にはライブで聞きたいって思うな。あ、そうだ、みんなに言わなきゃと思ってたんだけど、今度対バンライブに誘われたんだ。え、また？つい最近別のイベントに招待されたばっかじゃん。あはは、なんたってアフターグローはメディアをにぎわせた超有名バンドだからね。
で、どうする？私は出たいな。っていうか、そんなの聞くまでもなくない？一択でしょ。おー、ラン、メラメラだ。人のこと言う？モカもでしょ。今日の演奏聞いてればみんなわかるよ。ヒヒヒ、バレた？じゃあ主催の人に返事しとく。出演する他のバンドのこととかも調べてくるね。新曲どうしよっかな。いくつかイメージが湧いてきたけど、どれもギターメインになってる。今日は特にモカのギターがよく耳に入ってきたから。モカのギターか。一緒にもっともっと